い、どうも、わっきです。さあ、今日はですね、飯田橋駅にやってきておりまして、この駅地下にステーキ屋さんがオープンしまして、都内にね3店舗あるお店なんですけど、でこの飯田橋の方の店舗はなんとハンバーガーが食べられると、ステーキ専門店のハンバーガーなんでね、肉汁たっぷりのハンバーガーかぶりついてやろうかなということで、駅出て、まあ、これ橋渡ってねすぐのところなんですよ。あ、ここですね、お店モンスターグリルでございます。このモンスターグリルっていう店舗は他に3店舗あるんですけど、ここはねカフェも入ってると。テラス席もなかなか良くないですか。で地下もあって2階もあるそうなんで、ちょっとせっかくなんでここで食べようかな。おはようございます。久々ですね。いや本当ガチな話、1年は経ってないですよね。いやでも去年とかだと思います。去年でしたっけ。はい、年明けて、まあ、コロナ中はね当然会ってないです。コロナ中、そうですよね、まあ、1年経ってないけど、それぐらいぶり、こう LINE でなんか繋がってる感はそうですね。ハンバーガー食べようかなと思って。めちゃくちゃうまいです、これ。これうまいですよね。半端じゃないです。ハンバーガーの種類がねすごいんですよ。何種類ぐらいあるんですか。これ 10ぐらいありますよね。ありますね。かなりのね種類があって、コーヒー飲めるんですもんね。海外の、まあ、ヨーロッパとか、はい、なんか有名らしくて、なんか日本初めてとか聞きました。わけさん、コーヒー好き。コーヒー大好きです。え、日本初のなんか飲めるんですか。コーヒー、コスタコーヒー。それじゃあ食後にコーヒーもいいかもしれないですね。店員さんがね、あの QR コードを持ってきまして、読み込むとスマホでメニューが見れるという。あ、来ましたね。あ、ありがとうございます。なんかわざわざカメラに向かってありがとうございます。ワッキーさん見やすい。あ、本当だ。え、これタップで注文できちゃうんだ。いけます。へえ。あ、そうなんだ。すごいな。じゃあ、ごめんです。こういう席で飲むのうまいですね。開放感最高ですね。申し訳ないですけどね、ちょっと働いてる人たちの姿を横目に、久々の再会ということで、まあそうですね、いただいております。飯田橋で。おすすめとかってあります。モンスターチーズバーガーが。モンスターチーズバーガー、はい。わきさん、今でもダブルもありましたね。え、ダブルもあるんですか。ダブルもあります。ダブルモンスターチーズバーガー、はい、じゃあダブルで。ステーキのおすすめはもうモンスターステーキが一番。あ、モンスターステーキ。あ、じゃあやっぱり店名の入ったメニューが、はい、まあ、看板メニューですね。僕じゃそれをいただきます。モンスターステーキ、はい。もともとこちらのお店たれですもんね。ステーキとハンバーグずっとやられてたんですもんね。はい、そうです。その同じハンバーグを使ったハンバーガー、はい、なんて贅沢な。うわ、来ましたね。すごいでしょこれ。ほら、チーズも2種類かな。これ滴ってるよ。ポテトにトマトケチャップ。いいな、この席でハンバーガー。コールスロー食べてなかったんで。ちょっとコールスローいただきます。あ、塩味が強く入ってるからお酒に合うな。うん、450g 目玉焼きトッピングのミディアムレアです。ありました、これ。すごっ、いましたね、これ。やっていきます。あらだ、結構目玉焼き乗ってるじゃないですか。最高だな。乗せちゃいました。あ、トッピングで。はい、これと。あ、そうです。ガーリックソース、デミグラスソースになってます。ああ、すごいな。これ、ワンポンドですよね。はい、ワンポンド。でかいな。うわぁ、贅沢だな。すごっ。すっごい香り。ああ、本当だ。もうすごい。ガーリックのすごい香り。ガーリックの食欲そそるね。すげえ。がっつりですね今日は。肉祭り。ハンバーガーだけ行こうかなと。やっぱりこういうことになっちゃいますね。二人肉です。迫力あるな。バーガーパックありますんで、ね、ここにバーガーをね。ダブルだからねこれ。よいしょ。うーわ、すごい。いただきます。肉がもうめっちゃ柔らかくて、もう粗挽きで、照り焼きベースの味付けかな。でチーズのコクもあって、レタスシャキシャキ、バンズもねちょっとあの香ばしくて、
でふかふかで小麦のねいい香りもしてね重いダブルなのでめっちゃ柔らかそうですね。いやこれはねすごいソースもたっぷり肉をがっつりこうやって切ってる状態うわめっちゃあれじゃないですか肉汁とタレソースがすごくてうまい。ボリュームすごいな。中にあのトマトのね輪切りも入ってるんですけど、ちょっと食べたとこすいません。断面はこんな感じになっております。肉の塊をね手で持ってなんかそのまんまもうかぶりついてる感じですね人の往来を眺めながらハンバーガーを最高です。ハンバーガーって呼んでいいんですかねこれ。肉の塊をね、肉の塊ですねもうこれ。あれあんまり減らないですよこれ。減ってないですよ。他にもチリチーズバーガーとかね、クワトロバーガーとかもありますからね。飯田橋でこういうのが楽しめるってなかなか良くないですか。あんまりないですよね。テラス席ってやっぱあんまり見ない。サラリーマンが多いじゃないですか、うん、やっぱりなかなかこういうテラスっぽいところでこう肉がっつりで酒飲んでとかってあんまりやってる人っていないですもんねこの辺。まあ夜だったら夜だったら、ね、見かけられますけどね最後の一切れ。うん、いやこれハンバーガーうまいわ。お客様お帰りです。あのこの店あの電源も Wi-Fi もちゃんと完備してるから充電したりとか、うん、チキンもちょっとよろしいです。ありがとうございます。チキン柔らかいですね。うまい、うまい。じゃあちょっと食後にコスタコーヒーですか、オリジナルブレンドを、はい、ホットで。コスタコーヒーっていうのはね、ロンドンで有名なコーヒーのお店らしいです。こちらが初上陸。はい、ということはこれ飲めばイギリスまでの渡航費が浮くってことですか。飯田橋でヨーロッパが楽しめますよ。あー先に言うべきことだったんですけど、もうねとにかく、ね、香りがね先に言えよって話なんですけど、さっきのコーヒー、ね、を入れてる状態でもう店内そのなんいい香りがねコーヒーのねすごいですよ。なんだろう、オープンテラスだからもうコーヒーの香りもこっちに行くし、さっきまでは肉のうまそうな香り、ガーリックのうまそうな香りが外に行ってましたけどね。でもコーヒーの値段もそんな高くないからですね、330円なんで。飯田橋はやっぱこの辺あのコーヒーショップもねすごいんですよ、席がもう埋まってて。だからここはまあ穴場っすよ。テラス席でねビール、ステーキ、ハンバーガー、コーヒーフライドチキン。神楽坂駅からだとちょっと歩くかなと思うんで、まあ、飯田橋はもうすぐそこなんで、ぜひ飯田橋で肉をがっつり食いたいなと、美味しいコーヒー飲みたいなという方いらっしゃいましたら食べに来てみてはいかがでしょうか。